はい,、えー、言い,たい放弾スピンオフ番組です今日はあのカーグラフィックナビの、まあ、編集者の経験のある高平耕輝さん耕輝と呼ばせていただきますけども、えー、2人はですね根っこにラリーが大好きっていうのがあるのでちょっと今日は耕輝と一緒になんか昔のラリーを思い出しながらラリーネタの話をしていきたいと思いますがこんばんはどうでしょうかはいよく聞こえます テストも兼ねてリモートで和夫さんとラリーの話をするというちょっと不思議な感じですけどももしうまくいけばいつでもあのラブラブで寝る前にラリーの話ができるっていう回線になりますんでちょっとお付き合いいくださいラリーチチュューーーーブブですねラ <laughs> ラリリってさなんだろう僕は長い間、うん、経験的にはレースの方が長いのかもわかんないけどやっぱ根っこがラリーなんで。 あのー、昔のサファリラリーのね石原裕次郎と朝岡瑠璃子の栄光への 5,000km かな、ええ、高校2年か3年の時見たんだけど1971年ぐらい日産が1970年でサファリ勝ってんだよね。はい、でこれはあホンダが F1 で16戦中15勝したということと同じぐらい匹敵するぐらい1970年サファリラリー総合優勝。 ニサンブルーバードっていうのは偉大な出来事だったんじゃないかなと思うんだけどね。いやもう全くその通りであの何、ー、て言うんでしょうやっぱりものすごく分かりやすいしでものすごくこう憧れあのー、まあいくつかあると思うんですけどもう響きとその何て言うんです風景だけでどうしようもなく日本人が惹かれるっていうものいくつかあるじゃないですか。うん、サファリルマン モンテカルロそういうあのもうなんか音も聞こえてくるようなそういうものの一つでまあ段階の世代の人もそうですけどあのー、みんなやっぱりああいうものに惹かれてえだったらどうせだったら海外のそういうところで人暴れしてみたいって思った人がその後の日本の自動車メーカー作ったと言っても過言じゃないんじゃないかなと思います。 だから日本では何だろうやっぱ戦後復興で一生懸命車作って1961年2年頃かな、まあ、第1回第2回その日本グランプリでね生沢哲さんがたった一周だけポルシェ914乗るあの式場早起さんを抜いてねあの鈴鹿のホームストレート戻ってきた時には観客が総立ちしたっていうエピソードを。 あのご両人から何度か別々の部屋で聞いたことあるんだけどまあそれはレースだったんだけどねやっぱりレースラリー問わず世界と戦ってでまあモータースポーツで勝つことによって自分たちの自動車の技術が世界で優秀だってことを認めさせるためにねやっぱ世界に出ていったよね70年代60年代後半からね。そうですねでやっぱり 日本ではあ鈴、の、鹿、ーまあ、サーキットが、えー、62年かなにできますけどもその前からもうあの日本アルペンラリーっていうのもやってましたし日本はやっぱラリーのが歴史古いかな日本アルペンラリーはね1959年からなんですよあそうこれあの加藤さんがちょうど俺が勝った頃にそういうのがなくなったって今「日本アルペンラリーの奇跡」っていう本これ渋谷さんっていうあの、えー、元の 日刊自動車新聞ジェームシーそこがやってたもう本当にあの過酷な日本一周ラリーみたいなのでただこれあのできる連中だったらたとえ学生でもあの社会人でももうあの頃それこそ三菱とかスバルとかが車出してくれて横浜がタイヤ出してくれてって言ってあの名を上げる大きな舞台だったんですよねそうだね。 いやだからあの最近あのちょっとヤリスね1 5リッターの CVT 買って今ロールバーつけたりしてバラバラにしてねボディ補強やってるんだけどまあそこ奥山ガレージだから奥山さんなんだけどねあのレースはその左,右の前後左右の G だけだだだって言うんだよね。からボディ作りとかロールバー作りって意外と簡単なんだけどラリーはもう飛んだり跳ねたりするじゃない で、なんか最近 WRC でさジャンピングシーンっていうのがあって 40m 飛んだとか 50m 飛んだとかさなんかちょっと本来のスピード競技とは違った、まあ、エンタメ系に行ってるからあの1トン以上のものが空飛んで着地したらどんだけサスペンションとボディに力がかかるのよみたいなだからもうボディ作りが全然違うって言うんだよね。テレビ時代のあののああ WRC になって、あの ジャンプ競技みたいにこう道路のジャンピングスポットの横にこう 40m50m とかっていうふうなのがあの出るようになったんですけどまああそこはあそこであの見せるためのもうスキーでもラリーでもそうですけどジャンプしてたら車は遅くなるんでできるだけジャンプしないように作るわけですからねでもあれは何 m 飛ぶと一番偉いみたいな感じだよねインスタ燃えしてるよね。 そこはね例えばあのフィンランドの有名なあのステージのところにはコーリンズクレストとかあのマクレイだけがコーリンマクレイだけがとんでもない飛び方したんでそのマクレイの名前が残ってるとか。なるほどまあ俺もね崖をっこった時は飛んだことあるけどやっぱりそのタイヤが地面から浮くって嫌だよね。いや嫌でしょ嫌だしその間中はどうしようもないわけですから。 もう本能的に運転手としては絶対避けたいでしょう。まあ、ニュルでね、すごい超高速のフルックプラッツっていうコーナーがあるんだけど。まあ、あそこの手前がね、ジャンプするんだよね。ジャンプしてね、着地したぐらいのところでハンド切なきゃいけないんだよね。二百二三十キロなんだけど。もう生きた心地しないよね、あそこはね。でも、ニュルブルクリンクなんかは、もう、あの、あれ。 レースっていうよりも本当にあのタマクラリーに近いと僕は思うんですよ。まあもともとが公道だからねあそこはうそうあのねあのナチスドイツ時代にそういう公共事業で作られたそういう道路なんですけどあそこ山の向こうがあったりしてもうつまりなんて言うんでしょう安定したコンディションで次の週も行けるっていうのは全く分かんないじゃないですか。あれはやっぱりもう 行動レーースとといいうううかラリーに近いと思うんですよそうだねまああの本当にニュール24時間レース何回か出たけどやっぱグランプリコース来るとタイヤの温度が上がるんだけどミュウが高いからでオールドコース行くとミュウが低いからタイヤの温度は上がんないのよね。それで結構操縦性が変わるんで、まあ、セッティングをどっちにするかみたいなねあのなかなか難しいとこあるんだけど。まあラリー なんかこう砂利道っていうイメージがあるけど、まあ、雪もあるし、まあ、僕はあの恥ずかしながら全日本ラリーでで雪しか勝ってないんですよ、ね、その加藤さんがそのオイルショックで日本のラリー界が下火になる前に勝った滋賀高原ラリーもうすごいクラシックイベントですけど日本のラリーとしては。まあ FR の27レビンであの2回勝ってスバルで1回勝ったから合計3回勝ったんだけどまああと。 DCCS ウィンターとかいわゆる北海道とかまあパワーのないレオーネ乗ってたから四駆を生かした雪道しか勝ててないっていうのはあるんですけどねなるほどまあスバルでターマックっていうのはまあ昔関西ラリーで4位っていうのが1回あったぐらいででもそれこそあの本当はねじっくり言いたいそのラリーの面白いとこじゃないかなと思ってまあ 暮らすすわけけはありますけど結局総合優勝するのってパワーがなきゃ総合では優勝できないよっていうのとは違うところが例えばモンテカルロなんかはもういくらでも歴史の中でであるわけじゃないですかそうなんだよだからね最最初最初かなこれまたあの、えー、二村さんのラリーっていう写真集を探してたんですけど出てこなくてその代わりにあのドイツ人の 書いたモンテカルロのモノクロのチュリニ峠の上をストラトスが。夜のスポットライトの中をドリフトしてる表紙の。そういうのがある。最高だね。チュリニ峠の頂上ってさ、国境じゃないですか、フランスとイタリアの。だから、イタ痛車が来るとさ、フランス側はみんな電気消っちゃシーンとなってんだよね。もうそのぐらいだったらいいですけど、あの。小石とか雪とかを出して。 でしかもみんなすごい詳しいから一番嫌なとこにこうパパパッと巻くっていうねなるほど嫌なやつらだねそうでそういうのをまた今度は反対側の今度フランス人たちが何するんだって抗議したりとかあのまあそういうのも含めてやっぱりだってミニとか3勝してんですからモンテカルロで勝つて総合優勝総合優勝です だからまあポルシェとかも勝ってるんですけどポルシェなかなか勝てなかったんですよねモンテカルロでもアルトーネンがさ「Z」乗ってたね乗ってましたアルトーネンはいろんなもの乗ってましたねうんやっぱりね僕もやっぱりそのそうだなやっぱあの映画の影響もある「男と女っていう映画のね影響もあるんだけどやっぱルマン・モンってサファリはね実は虫があんまり得意じゃないからあんまり出たいと思わないんだけど <laughs> まあルマンは一回出たしニュールも出たんでやっぱりねモンテだけはうんちょっとお金貯めてクラシックモンテでもいいから一回味わいたいなってまあ自分の人生の最後の夢かなでしょうその時その時何がいいですか車はうーん何だろうねまあ僕の場合はそうだなウバ,ウバ車からダンプカーまであんまり車選ばないから 一生懸命明日は何でも同だからそれこそちょっとロマンチックを優先してマスタングとかでちゃんと整備してパワーじゃなくてなんて言うんだろうレススポンスをよくしたたやつでみいなマスタングねでも, <laughs> でもアメシャってあんまりなじまないからな、まあ、やっぱり自分の出身地であるやっぱスバルのまあのインプレッサーの GDP あたりで。 2005年4年ぐらいのインプレッサー4句でいきたいかなってちょっと思ってるけどねまだ出られないですねモンテカルロクラシックはまだだね GDP じゃまだもうだもうちょっとですねう,うんそうかまあその時に乗ってよ横にいや僕もだから最後はちゃんと準備をしたまあ 勝つ勝たないじゃないですけどやっぱりあれはきちんと準備して本当にこうあのスムーズに回って全力を尽くしてるからこそレースもラリーもその面白いっていうのがあるじゃないですか、うん、出るだけでいいやとか完走できればいいですとかそれはやっぱりそのみんな言うかもしれないですけど本当は違いますよねねそうだ、ねうんまあ、全力をきちんと発揮したいとそれでまあいい成績が出れば本当にいいですけど。 まあ90年代になってグループ A の時代になってまあセリカとかインプレッサーとかランサーとかいわゆる2リッターターボ4個の時代になるんだけどその前にまあグループ B っていう化け物みたいな車の時代がありましたよねランチャーストラトスえあと何グループ B いやストラトスはストラトスはギリギリグループ B じゃなくてグループ4ですあそうかその後かそのあとだから 1980年81年からがあのグループ ABC の時代なんで本当にあにクワトロからなんですよクワトロは1980年の最初のラリー・クワトロでその後でグループ B になったんだよね最初からグループ B です最初からあのビッグ・クワトロはグループ B だっけそうあれもあのグループ B で台数が増えればグループ A にもできるなっていう感じでまず最初に出てきたんですね。 でさ、これちょっとあの後期に聞きたかったんだけどさあの時アウディ・クワトロ VS ランチャーの戦いっていうのが激しかったでしょミッドシップの。ラランチャー・ーリ、はい、でターマックのドライのチュリニ峠のモンテのヘアピンがアンダーが出ちゃうからアウディはそんなに速くないだろうって言ってたらアウディがペロンペロンアンダー出さずにヘアピンを回っていくのを見て。 これはランチャーがおかしいっつってそのアウディに何か仕掛けがあるんじゃないかって言ったらヘアピン来るとナビゲーターがボタンを押すとリアにシュッとオイルリアタイヤにオイルをかけてアンダー殺して退院しやすくしてたっていうのは実際に見たことはないですけど話は聞いたことがありますそれをランチャーチームがチクったっていう噂が流れてたけど。 そのぐらいい面白い時代でしたよねあのー、はいえっ、ー、となんて言うんでしょうねなんて言ったらいいんですかねあの頃の F1 もそうだったかもしれませんけど紳士協定でお互いが認めてればまあレギュレーションから外れてることもたまにはありっていうような感じだったんですよ。なるほど80年代のターボ F1 の燃料燃料みたいなもんですね。そうでですねで あの頃はほらあのー、まあちょっと長くなるかもしれませんけどそのコースサイドにサービスポイントってのがあったんですよ。そうアイスクルーがねうんわかるわかる。かるチームごとに独自にそのサービス地点を例えばガソリンスタンドとかを借りてそこにサービスポイントを用意しててでモンテカルロ例えばモンテカルロの町に戻ってパルク・フェルメその日のあの。 車両保管になる前の最後のポイントでエキゾーストシステム全部交換してそんなことがあったのね最後表彰式出る直前でノーマルに戻しておくみたいなね、えー、でも,もうそういうの,そのまああのー、若いペイペイの頃はカーグラフィックではあの運転手としてさっきと日本のさっきとこうカメラマンの足として、あのー、結構毎週行ってたりしたんですけど その,うちその流れでなんかこうラリー担当みたいなことになってで海,海外のラリーも行ってみるかみたいな感じで「えっ行っていいんですか?」みたいなまあカグラフックに入ってから本当にその海外の本物を見ることができたんですよ。うんで行ってみるとやっぱり日本で少し知ってたものと全く違ってこれはまた何て言うんでしょうね オリンピックとツール・ド・フランスと地元のお祭りがもう一緒になっちゃったみたいなもんで、うん、かつてのモンテガルロってだって250代とか出てたじゃないですかそうかで下の方の草の根、ね、クラスのあの町で一番早い兄ちゃんたちは最後のフィナルまで残れないんですよクラスマンで足切りされちゃってなるほどね これでクラスマンとかコミューンとかその共通一時とか足切りとかっていうフランス語はあこういうことだったのかって言って初めて気が付いたまあでもさあのラリーというと長らくドイツ人嫌いいだったじゃないアウトバンがあって直線番長的な車作ってたからもうトップスピードを競うようなサーキッとは得意だけどねラリーというとやっぱりイタフラーイギリス車って感じなんだけどね。 まあそこにはいろんな面白い話がいっぱいあると思うんですけどまあそろそろちょっと時間なのでその辺のまた面白いネタはですね第2回ラリーネタとしてやっていきたいと思いますのでまあ今日はまあさわりとして80年代70年代のラリーのお話を伺いました和夫さんのそのビッグチャレンジというかこれからやるヤリスの話とかまだまだしてないのあるじゃないですか。 せっかくさロールバー24点式でてさガレージ入れてさ一生懸命作ってるのにもうこのコロナのバカ野郎って言いたいぐらいラリーがなくなっちゃったんで今じっと我慢して、まあ、むしろテストする時間が増えてよかったかなみたいにポジティブに考えてますね,そうですねテスト参戦できないですもんねうんまあちなみに今ですねちょっとパソコンの画面上で映してるのはですねこれあの2年前に シルクロードを、あの、砂原さんと一緒に古いボルボで走って帰ってきた時の写真なんですけど、うん、この年代の人たち、砂原さんは1946年とか、段階の世代、ど真ん中ですから、その辺の人たちは、もう、あの、サファリ栄光の5000キロとか、 そういうものにも、答えられないし、とにかく、まあ、加藤さんも、僕もそうだと思うんですけども。走ったことないとかは。とりあえず走ってみたいっていう。そこから始まって。本当のこう、京ギラリーに、えー、いかにして清水和夫が、あの、上り詰めていったかみたいな話は次回にしましょう。了解です。また、私の記憶がないところも、いろいろ。ほじくってもらいたいと思いますけれども、まあ、今日は、あの。 えー、いわゆる三元じゃあと余裕をつないだ二元中継になりましたけど、またよろしくお願いします。はいはい、はい、それではこれで終了となりました。はいありがとうございます。はい。